決戦の金曜日がやってまいりました。本日より始まります10日間の選挙戦でございます。この奈良のために今こそ原点に戻って、子どもたちの命が、そして夢が次の世代へと輝くようにと、次世代の党公認でございます。どうか皆様お集まりいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。大久保、大久保広道出発式を定めるように、 JR 奈良駅舎西口におきまして発令させていただきます。皆様おはようございます。たくさんよろしくお願いいたします。子どもたちの教育、そして未来のために夢をつなげてまいります。大久保でございます。ありがとうございます。お集まりいただきました、本当にありがとうございます。皆様のお力と良さもありまして、大久保広道本当に嬉しくございます。もう間もなくでございます。ここ JR 奈良駅舎西口におきまして、大久保広道、奈良県会議員候補の大久保広道の出発式、どうも、まさにご乗車の皆様、大久保でございます。よろしくお願いいたします。大久保広道が出発式を始めさせていただきます。どうか皆様 JR 奈良駅西口へとお集まりください。西口でございます。どうか皆様お集まりくださいませ。大久保、大久保広道でございます。ただいまより次世代の党公認候補、大久保広道出発式を始めさせていただきます。まず初めに大久保会西田春彦会長より皆様にご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。ご紹介いただきました大久保会の西田でございます。私は大久保候補とは梶田中三郎元市長のお手伝いをされ、そして梶田新兵県会議員の秘書をされ、そして市議会議員へと歩まれました。平成24年、梶田中兵衛氏死去による補欠選挙で見事県会議員になられました。彼が一貫して言っていたことは、曲がったことが大嫌い、保守本流を歩んでこられました。私は大坪候補は信頼に、ね、信頼に足る人間だと信じております。奈良には大変ないろんな問題が、また課題がございます。私はこの問題や課題を改善、改革、そして工夫のもとに、もう一度大久保候補に県議会に戻っていただいて、こなしていただきたい、役割を果たしていただきたいと思っております。どうか皆様、大坪広道、大坪広道にお力をお貸しください。どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。本当に力強い応援ありがとうございます。勇気100枚でございます。それではここでこの出発式に、私どもの同志として応援に駆けつけてくださいました次世代の党前衆議院議員杉田水脈先生よりご挨拶をいただきます。ありがとうございます。ご清聴ください。奈良駅前お集まりの皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、私次世代の党の前衆議院議員杉田水脈と申します。本日はもうこの初日、何としてもこの奈良ではですね、大坪広道、大坪広道議員に勝っていただかなくてはいけない戦いなので、私兵庫県の方から本日朝から駆けつけてまいりました。次世代の党、どういうとこかよく分からへんっていうような方々も多いかもしれませんが、簡単に言うと、日本に生まれてよかった、奈良に生まれてよかった、
そう思って皆さんが、その皆さんのお子さんもお孫さんも、ああやっぱり日本に生まれてよかった、奈良に生まれてよかったって思えるような日本をずっとずっと続けていきたい、お子さんやお孫さんの代にバトンタッチをしていきたい、そういう党が次世代の党なんです。そしてこの度大蔵さんここ奈良でその次世代の党を背負って立ってくれました。その前から先ほどの会長さんのご挨拶にもありました通り、保守本流の本当にここに真実があるんだっていうようなそういった活動を続けてまいりました。私はですね、今の世の中ともすればいろんな意見が対立します。よれ右寄りだとか左寄りだとかそういうふうなことを言う人がたくさんいるんですけれども、右とか左とかではないんです。世の中真実は一つしかありません。嘘をついているのか、それともどこが正しいのか、そういうふうなことをしっかりはっきり申し上げていく。そしてまだまだ何が問題かということがよく分かってない人たちに、今日本にはこんな問題があるんだよっていうことを分かりやすく伝えていく、それが政治家の役目だというふうに思っております。そしてここ奈良には大坪博道さん候補として立ってくださいました。24年の12月の補欠選挙ですよね。その時に県議に立って初当選をされたわけですけれども、その前には3期ここ奈良で市議を務めていらっしゃいます。皆さん45歳です。働き盛りの即戦力です。一番日本にとっていい年代だというふうに思います。皆さんのために、高齢者の方のためにも、お子さん方のためにも、子育て中の方のためにも一生懸命仕事をしてまいりますのが大坪博道候補でございます。私は自分自身は子育て支援が専門でした。子どもたち取り巻く状況、また今お父さんお母さんが一生懸命大変な思いをしながら子育てをしていってる、これどうやったらもっと子育てしやすい日本になるのか、子育てしやすい奈良になるのか、そういったことをしっかり考えていきたい。今奈良もですね、どん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 少子化の影響もあります。少子化だけじゃなくって流出人口が増えているという影響もあって人口が減ってきています。活気のある奈良を取り戻していかないといけない。そういう時に大坪博道候補は産業の活性化、奈良だから皆さんに来ていただける観光もいいでしょう、その他の産業もいいでしょう、そういうところをしっかり地元にあるそういった資源をもう一回見直して皆さんに再構築してお届けをする、そういう政策をしっかりと思っています。奈良っていうのは私兵庫県民から見てもすごいところだと思います。日本のことです。ポテンシャル高いです。持ってるものがたくさんあります。それを皆さん今有効に活用しきれてると思いますか。まだまだ足りてないところがたくさんあるんじゃないですか。そういうところにしっかりとスポットを当てて新しいことを発信していけるのが大坪博道候補であります。私はなんとか彼にまた今回も立ち上がっていただいて、ここ奈良の活性化をぜひこの働き盛り仕事盛りの大坪博道候補にさせていただきたいと思っております。どうか皆さん大坪博道候補その背中を押していただいて、最後の最後までご支援賜りますことをお願いを申し上げまして、私杉田美穂からの挨拶をさせていただきます。本日はお集まりいただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございます。力強いご声を受けましてお気持ちを本当に心強いございます。続きまして、次世代の党前衆議院議員三宅宏先生よりご挨拶をいただきます。ご清聴くださいませ。皆さんおはようございます。今ご紹介をいただきました前衆議院議員の三宅宏でございます。私はですね、大坪さんの友人の一人として、そしてまたですね、何としてもこの大坪さんをこの選挙で勝っていただかなくてはならないと、これはね、単にもちろんその奈良県のためだけじゃなしにですね、近畿あるいはまた日本全体に非常に大きなこの結果というものが影響を及ぼすということで、私自身大坪博道の選対本部長をせよというふうにですね、命じられまして、それも引き受けさせていただきました。このもちろん奈良そのものも
ですね、非常に多くの課題を抱えております。いろんな問題にですね、直面しております。今西田会長がおっしゃいましたようにですね、非常に奈良の不信というものが今回の選挙にかかっているのではないか。しかもそれはですね、大坪博道この創建にかかっていると言っても私は過言ではないというふうに思っております。いろんな思い、あるいは主張をされる議員さんがいらっしゃいますけれども、今その日本のですね、戦後70数年間のもうたまりにたまったその問題、これを根本的に解決していかなくてはなりません。それは単にですね、教育あるいは経済あるいは外交国防安全保障ですね、こういったものを全てにその原因となるその国家の土台という部分なんですね。でこういった部分を根本的に立て直していかなくてはなりません。今日こうして大坪さんのために多くの支援者の方がですね、この奈良 JR の駅前で大坪頑張れということでお集まりいただきました。これ非常にありがたい思いで私も見ておりますけども、この県議会の中で大坪さんの存在というものはですね、非常に本当に光り輝いているというふうに思ってます。彼は真実を勇気を持ってずっとですね、主張し続けてまいりました。単に票とかあるいはですね、利権のために彼は議員やってるんじゃないんですよ。何としてもその奈良というものをですね、これからも一層光り輝く都市にして、そしてこれから生まれてくるであろう子供や育つであろう子供たちに、その奈良に生まれて心から良かったと思えるような、そのような奈良を作らなくてはならない。具体的にはその教育の問題もあるでしょう。近畿における奈良の位置づけもあると思います。奈良がですね、まあ、近畿の中でも大阪あるいは京都神戸こういったその都市の中に埋没しましてですね、特にその近畿広域圏のこういったものにも今まで入ってこなかった。そういう中で余計にその奈良の存在というものが薄まってきたという部分もあります。で何としてもここで歯止めをかけて奈良の再生というものを図らなくてはなりません。本来奈良というのは日本最古のですね、地域でございまして、ここが本当に日本の発祥の地であるというふうに思います。そこで大坪博道が勇気を振り絞って今の奈良の諸課題あるいは日本の問題というものをですね、皆さんに理解をしていただいて、彼がその先頭を切って肩を張ってそういう問題の解決にやっていただけるものと私は信じております。皆さんこれは本当にね、私は個人的に大坪博道さんと親しくしておりますけども、これだけの候補者っていないですよ。奈良の県議会で、11名ですか、15名が立候補されて11名が、その枠っていうふうなことなんですけども、何としてもこの選挙で大坪博道を再選させてですね、この奈良の火をこれからも灯し続けなくてはなりません。次世代の党もですね、近畿における最重点候補としてこの大坪博道を何としても今回通すんだということで、党本部の方から一人派遣をいたしまして、選挙事務所の方に、これから選挙戦を戦おうということで党本部の方からも来ております。党本部の方から選挙戦にですね、1名派遣しているのは日本全国の公認推薦候補者の中で大坪博道ただ一人なんですよ。それほどその大坪さんの今回の選挙の意味合いというものを我々の党本部平沼武雄もですね、あるいはまあ他の国会議員の先生方も非常に大きなその関心を持って奈良のこの選挙を見ております。その重大さあるいはその重さというものを皆さんどうぞ我々と共有していただきまして、皆さん方のですね、本当に全力を大坪博道に傾けていただきまして、この選挙を何としても勝ち抜いて、そして奈良の未来を共に切り開いていきたいというふうに考えております。個々のお話につきましては、ただいまから大坪博道本人が皆様にお伝えしますけれども、その今回の選挙における大坪博道のその存在の大きさ、この彼のですね、かける彼にかける我々の期待の大きさをですね、どうかご理解いただきますようお願い申し上げまして、私の一言の挨拶に変えさせていただきます。どうかどうか皆さん、大坪博道よろしくお願いいたします。奈良の将来大坪にかかっているということでございます。ありがとうございました。
三宅先生ありがとうございます。力強いご検討ありました。ここで出発式に際し次世代の党首の平沼武雄先生、そして幹事長の松田茂文先生、そして奈良県知事の新井祥吾先生ほか多数の皆様からご祝電をいただいておりますことをご報告申し上げます。ありがとうございます。それではお待たせをいたしました。これより奈良県議会議員候補大坪博道、これからの選挙戦に向かっての第一声をお願い申し上げます。頑張れ。皆さんおはようございます。後援会の皆様方、そしてまた JR 駅頭の皆様方、私奈良県議会議員候補の大坪博道でございます。本日より奈良県議会議員選挙いよいよ始まりました。これからの選挙戦12日までしっかりと走らせていただいて、市民の皆様方、県民の皆様方としっかりと触れ合いながら、皆様方のご意見を聞きながら選挙戦を進めてまいりたいと思っております。まずはじめに皆様方に申し上げたいのは、この県議会議員選挙、昨年よりこの政治の世界におきましては、兵庫県の県議会議員の政務活動費の不適正な支出、そしてそのことが各自治体の方でも発覚をいたしまして、有権者の皆様方は大変この政治に対して不信を持っておられると思います。しかしながら、私大坪博道、そして奈良県議会議員のメンバーにおいても、この政務活動費に関しましてはしっかりとその使途基準に基づいて適正な支出をしておると、私自身も自負をいたしております。ですので、なんとかまずは奈良の有権者の皆様方にはこのことをですね、ご理解をいただいて、そして我々県議会議員現職の人間、信頼をしていただきたいと思います。その上で私たちの政策思いというものを聞いていただければありがたいと思っております。どうかご理解いただきまして、ご支持ご支援のほどをお願いをいただきたいと思います。私この選挙に立候補するにあたりまして、先の奈良県議会議員補欠選挙、平成24年の12月16日に投票を行われました衆議院選挙と同日の選挙でございましたが、私その選挙におきまして初めて県議会議員に当選をさせていただきました。そしてこの2年3ヶ月余りが経ったわけでございますが、その補欠選挙におきまして3つの柱として政策を訴えさせていただきました。まず1点目は教育の再生であります。そして2点目は産業の活性化であります。そして3点目は関西広域連合への参加でございます。この3点を2年3ヶ月が経ちましたが、まだまだ道半ばということで、この本選挙である奈良県議会議員選挙におきましても、もう一度この3つの柱を掲げてこの選挙戦を戦ってまいりたい、このように考えております。まずは教育の再生であります。今私はこの手に新聞を持っております。この新聞は昨日の産経新聞の全国版第1面でございます。この1面には奈良教育大附属中学の入学卒業式、国家斉唱十数年せずという、このような見出しで産経新聞の1面に出ておりました。
して日本の学校で国家を斉唱しないのか。この新聞の内容を見ますと、起立もせず座ったままで君が代のメロディーが流れているだけであると、このことが十数年間続いてきたということが書かれています。皆様方もご承知の通り、奈良教育大学附属中学というものの本体は奈良教育大学であります。奈良教育大学といいますと、これから将来を担っていく子どもたちを教える先生を養成するのが奈良教育大学であります。その教育大学の附属中学、記事を見ておりますと、校長先生は教職大学院の教授もされている、まさに先生をしっかりと育て上げる立場にある方がこの中学校の校長先生である。ということは、この中学では国家を尊重しない、歌わなくてもいいんだというふうな子どもたちを学校で育てているということであります。実を申しますと、私自身も市議会議員、県会議員をさせていただいておりましたが、地元の小学校、中学校の入学式、卒業式にも毎回出席をさせていただいております。この場でもいつも感じるんですが、一応国家斉唱は行われておりますが、実際国歌斉唱の時に子どもたちはほとんど声を出していません。それに比べて校歌斉唱になりますと大きな声を張り上げて校歌を歌っている。私はこのことに大変違和感を覚えるのであります。どうして国歌を歌うことができないのか。これは今の教育が国歌を教えていないのではなくて、日本の国歌を歌うことが恥ずかしいと思わせるような教育を現場で行ってきているからなのであります。私はこの教育の再生ということ、やはり次世代を担う子どもたちに、日本の国は素晴らしい国なんだ、奈良というところは素晴らしい土地なんだ、そして我々の先人日本人は素晴らしい民族なんだ、こういったことをしっかりと教えて誇りを持って社会に育っていく、そして世界にも他人にも貢献できるような立派な人間を育てていくことが日本の教育の果たす役割であると考えております。そのためにも今行われているような偏った歴史教育やその他教育、いろんな課題はありますけども、まずは先生のもちろん指導力というのも大事ではありますが、やはり正常な内容の教育をしっかりと行っていかなければならない。そのためにまた県議会に戻らせていただきましたが、今文教暮らし委員会というところに所属をいたしておりますが、教育の諸課題についてあらゆるチェックをさせていただいて提言をさせていただきたいと思っております。そして2点目であります。2点目は産業の活性化でございますが、皆様方もご承知の通り、この奈良県は県外に働きに行かれる方が全国で一番の土地であります。それだけ奈良には仕事もありません。そして仕事もない代わりに、奈良の方はほとんどの方が買い物をされるのも大阪や京都や奈良以外のところで消費をされている方が多い、こういう状況であります。次世代の党では2番目の柱として、ものづくり国家への回帰ということを掲げております。日本人は本来物を作って自体に汗をかいて働いてきて暮らしてきた人間でございます。ですからもう一度その原点に立ち返る、奈良では何をしたらいいのか、やはりこの奈良県にしっかりと企業も誘致をして、そして今ある会社もしっかりと元気になっていただいて、一人でも多くの方が奈良県内で働けるようにする、そして働けるようになったならば、今度は魅力的なお店で皆さんが奈良県でしっかりとお金を使っていただく、そのことによって行政の方にもしっかりと税金が入って、
奈良が活性化するということであります。これは農業の分野、林業の分野、そして中小零細企業の町工場、あらゆる分野で、そして奈良は特にこの観光の地でございます。日本の原点である奈良、本当に魅力のある奈良を全国に世界に発信をして、今の観光業界がもっと潤うように、そしてもっと多くの人に来ていただいて奈良の素晴らしさを知っていただく、そのために私は今まで観光振興対策特別委員会、この委員会に所属をさせていただきました。改選後はまた新たな特別委員会ができると思いますが、奈良は観光に力を入れておりますので、また観光関係の特別委員会が立ち上がるものであると信じております。その説にはまたしっかりとこの奈良の観光、そして産業の活性化のために全力を尽くしてまいりたいと思っております。そして最後3点目でございます。関西広域連合への参加、この問題は私がずっとお手伝いをさせていただいておりました亡くなられました鍵田中兵衛県議会議員が、この4年前の県議会議員選挙でも訴えておられた政策であります。私は亡くなられた鍵田中兵衛先生の後を継いで県議会議員をさせていただきたい、このような思いを持っておりますので、この関西広域連合への参加というものをしっかりと訴えてまいりたいと思っております。今知事選におきましても、現職の新井知事がこの関西広域連合への観光分野、防災分野への参加を表明されました。このことは大変素晴らしいことであると私も感じております。ぜひとも知事と一緒になってこの関西広域連合への参加を進めてまいりたい、そのことを訴えてまいりたいと思っております。そのためにも、よく関西広域連合に入れば奈良は衰退してしまうんじゃないか、そのような声があるわけでありますが、これはしっかりと私は奈良はこういう役割を関西で果たすんだ、こういう役割を日本で果たすんだという明確な意思を持てば、絶対に奈良は埋没することはありません。奈良はこれからもしっかりと栄えていけると信じております。特に私が考えておりますのは、奈良は非常にこの盆地でありまして海がございません。その分、いざ東南海地震が起こったとき、こういったときにですね、大阪も大変被害を受けるでしょう、兵庫県も被害を受けるでしょう、そしてまた和歌山県はもっと大変な被害を受けるかと思います。このときに奈良がしっかりと避難される方の受け皿にもなる、そして関西の行政機能の一部もしっかりとバックアップをしていく、もっと言えば首都直下の大地震があったとき、首都機能が完全に麻痺したときにですね、全面的なものでなくても一時だけでもですね、この省庁のコントロール機能のようなものを奈良に誘致をして、首都圏の一時のバックアップ機能も果たしていく、そういった役割を果たすことによって、奈良は関西ではなくてはならない、日本の国にもなくてはならない奈良なんだ、そういったところをしっかりとやりながら、今この夢の話でもあります、中央リニア新幹線、こういった問題もただ奈良に通してくれ、奈良に駅を作ってくれ、くれ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 というだけではなくて、奈良はこれだけ必要な場所だから、リニアも早く整備しなければならない、駅も作らなければならない、このように日本の国で認めてもらえるような存在にならなければならないと思っております。この3つの点をしっかりと、これからの土曜日までの9日間しっかりと訴えて、この選挙戦を戦ってまいります。そして最後に皆様方にお伝えしたいことがあります。私は先ほど来応援をしていただきました杉田先生、そして三宅先生もおっしゃっていただきました、私はこの日本の国は素晴らしい歴史と伝統文化を持つ国である、素晴らしい国であると信じております。皆様方も多分そうかと思われていると思います。しかしこの世の中には、日本の国は好きじゃない、日本の歴史も嫌いだ、私たちの先人は悪いことばっかりをしてきたんだ、このように考えている方も少なくない勢力がおられます。
しかし私は日本の国を信じて、日本人を信じて、日本人のために働いていきたい。私は保守の人間であるというふうに確信をしております。どうか皆さん、この駅頭におられる皆さん、我こそは保守であると自負される方はどうか結集をしていただいて、次世代の奈良のために、そしてこれからの日本のためにお力を貸していただけませんでしょうか。共に戦っていただけませんでしょうか。そのことを最後お願いいたしまして、この奈良駅での第一声とさせていただきます。どうか最後の最後まで奈良県議会議員候補、この大坪博道に絶大なるご支援を賜りますよう心よりお願いを申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。皆さんどうもありがとうございます。皆様、本当にお集まりいただきましてありがとうございます。今日より10日間、正々堂々と戦ってまいります。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。次のように子供たちの命が、そして夢が叶います。ありがとうございます。次世代の総理になられます。大きな声でありがとうございました。頑張ってまいります。ありがとうございます。大久保、大久保さん、皆さんどうもありがとうございました。行ってまいります。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもすみません。ありがとうございます。頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。